ケネス・フィリップ・オドネルは、アメリカ合衆国の政治家。ジョン・エフ・ケネディの側近の一人であり、アイリッシュ・マフィアと呼ばれた人々の一人である。元の名前は、フィリップ・ケネス・オドネルであったが、60年代に、上記のように変更した。第二次大戦後ハーバード大学に進学し、そこで、ロバート・ケネディと出会う。卒業後、ボストン大学法律大学院に在籍した。 オドネルは、ジョン・ケネディの上院議員選挙を手伝い、上院スタッフを経て1960年のジョン・ケネディ、大統領選、キャンペーンスケジュール責任者となる。ケネディの大統領当選後、大統領特別補佐官となる。オドネルは、アメリカのベトナム戦争参戦反対者として知られていたという。1963年11月に、ダラスで起きた。 ケネディ大統領暗殺事件の際に彼は車に乗車していた。この遊説に関わっていた彼にこの事件は大きなショックを与えた。その後、1965年までリンドン・ジョンソン大統領に従事したオドネルは、1966年にマサチューセッツ州知事選挙のための民主党の指名を栄養する。だが、 対抗馬のエドワード・マコーマックに6万4000秒差で敗れた。ジョンの弟のロバートが1968年に大統領予備選挙に出馬したとき、彼はロバート・ケネディの選挙事務所長を務めた。しかし1968年6月5日にロサンゼルスでロバート・ケネディが暗殺される。ジョンに続いての事件は彼に大きな影を落とす。 1970年に再び、マサチューセッツ州知事選挙のために、民主党の指名を得る試みをするが、4人の民主党員の候補者中裁会で指名を得られなかった。二人の親友の死、そして追い打ちをかけるように選挙の当てが外れた。彼は、アルコール使用障害に陥る。彼は妻であるヘレンの死の数ヶ月後、1977年9月に、死去した。 ありがとうございます。